韓国産うっかり3日連続で、コロナウイルス感染者数が日本超え。そうなんだ。この前日本超えしたと思ったんだけど、もう3日連続で超えてるんだ。人口半分以下なのに。そうなんだよ。自慢の経貿易完全崩壊だよ。しかも検査結果待ちが、100万人待ちのおまけ付きだよ。検査結果待ちってどういうこと？韓国産はドライブスルー検査が多く、検査はしたけど結果が出ていない人数が、急激に増えたため、結果待ちが100万人を超えてしまったんだよ。それやばくないの？結果次第ではコロナ感染者数、日本の数倍とかいっちゃうんじゃないの？あくまでも仮定だけど、韓国産の陽性率は約 2% だから、2万人ぐらいは隠れコロナ感染者がいそうだね。今、韓国産コロナ感染者数3000人で騒いでいるのに、2万いたらやばいんだぜ。うん、だからわざと検査結果待ち増やして、コロナウイルス感染者数を抑制の、疑惑があるんだよ。普通に考えて、そう思うんだぜ。仮に2万コロナ感染者数が上乗せされたら、日本のピーク時と同じだぜ。そりゃ経貿易で国民に、いろいろなことを制限させている。手前、死んでも発表できないんだぜ。みんなの感想はどんな感じなの？韓国は実態より過小で報道したり、韓国は貿易できている、というためだけの報道。韓国は無症状陽性者はカウントしない、発熱など症状ありのみカウント。世界基準なら韓国では、陽性者は毎日2万超え。世界基準と韓国のコロナウイルス感染者数は全くの別物。本当に期待を裏切らんな。韓国は検査結果待ちで調整中。これを200万人にすればいいだけ。嘘に嘘を重ねた結果、事実はもうめちゃくちゃでくさ。もう韓国産のコロナウイルス感染者数は、信用できなんだぜ。これ見ると、コロナワクチンの接種数も本当なのか疑りたくなるんだぜ。はい、今日は韓国産のコロナウイルス感染者数が、日本を3日連続超えてしまった動画でした。ご視聴ありがとうございました。いろいろ数字をいじってるけど、日本の感染者数、3日超えは本当にヤバくなっているんだぜ。ご視聴ありがとうございましただぜ。